ずっと来たくて来たくてやっと今日娘と一緒に来ました。じゃあ韓国語はお勉強なさったんですか？3年になるんですけどもなかなか上達しないです。駅からすぐ分かったし、うん、うわーって感じで入って、いや意外にこうこじんまりしてて、やったら広いよりも私こっちの方が好きなので、私たちは韓国文学を中心に出す出版社をやってたんです、やってるんですね。今だから2010年から今まで出版社を出していて、もうちょっと読者に近づけるためにはどうしたらいいのかっていうことを考えた時に、こういったじゃあブックカフェを作れば人が集まる、そこでいろんな話が出る、そういう発信の場が欲しいなと思って作りました。本も好きですし、それから韓国の文学をずっと読んでいて、それから、まあ、日本の文学も読むんですけど、とても面白い。で、自分の周りの日本人たちも読ませたい。するには日本語に翻訳をして出版する形もあるんですよね。で、いろんな出版社に提案をしたんですけれど、なかなか出版までは結びつかない。というのは、あまり売れないよっていう返事がいつも返ってくるので、であれば自分がとても好きだし面白いと思ってるので、自分で出版してみるのも悪くないなと思ったんですね。クオンでもこの本出しました。彼のカルテ新경림、언제부턴가カルテ는속으로조용히울고있었다그런어느밤이었을것이다갈대는그의온몸이흔들리고있는것을알았다달빛도아닌것갈대는저를흔드는것이제조용한울음인것을까맣게몰랐다산다는것은속으로이렇게조용히울고있는것이란것을그는몰랐다감사합니다ここでイベントをずっとトークショーとかをやってるので、作家の人が来たりアナウンサーが来て朗読をやったり、ちょっと韓国の関係がある人が韓国の歌を歌ってくれたり、そういうことをやってるんですね。翻訳は翻訳の自分でやりたい翻訳の話をしたり、で日本語学習者に日本語の勉強の話をしてくれたり、そういうイベントをずっとやってるので、それも私たち有料でやってるんですね。その1時間というのも一冊の本だなと私たちは思っているので、ただこう形になった一冊の本だけが本ではなくて、そういう発想でやってます。やっぱり今日本と韓国、まあすごく近いけれども、でもいい部分もあるし、でもちょっと残念な部分も両方持ち合わせているんですけれども、今生きてる私たちの世代の中でできる交流とか温かいつながりっていうのも一緒に持ってないと、そういうことがこう良くなっていかないかなと思うので、こちらがそういうことができる温かい拠点になったらいいなと思います。こういう K-POP やドラマを見て韓国留学に行ってきましたっていう人たちもいますし、翻訳してみたいと、そういうふうな原稿をくれた人たちも結構いるので、そうですね、そういう前よりだんだんいい状況にはなっていると私は思いますね。
そういう人たちがまたお客さんとしてこっちにもいらっしゃるし、うん、だからそういうあの明るい未来です。うん、あんまりお金持ちじゃないので失うものはないですよでもね、好きなことをみんなで力合わせてやっていけば、お客さんが来ればそれは大きい問題かな。あまりそういう心配はしないタイプです。心配する時間があったら仕事をする